はい、どうもスクルトです。ということで今日はポケモン剣盾でね、ちょっとすごいことをします。もうやっちゃいけないことをします。別にやっていいんだけど、皆さんワイルドエリアでなんか行けない場所あること知ってますか？まあ、行けない場所っていうか行けるんだけど、なんか謎のタワーがあって、まあ、巣穴には何もいないみたいっていう、何もいない巣穴があるんですよ。いかにもね、すごいポケモンが登場しそうな。今回なんとそこに入る方法をね、まあ、とりあえず行きますね。そこに入る方法っていうか入ります。今日はそう、ここですね。見張り塔跡地っていうところで、なんか謎のね、見張り塔があるんですけども、まあ、そこにね、一応話しかけることができるっていうか、まあ、イベントがあるんですけども、まあ、中には入れないんですよね。で、いかにもなんかポケモンが登場しそうな感じなんですけども、今回ね、そちらの中にいるポケモンと戦うあるアイテムを入手することができるらしいので、早速やっていきたいと思います。さあ、ここですね。ここにね、穴が開いてるんですけども、ちょっとポケモンに当たらないように気をつけて、はい、このマリカで鍛えたね、エイムじゃないな、これなんだろう。巣穴には何もいないみたいということで、ここもね、実は巣穴ということで、さあ早速今回は不思議な贈り物シリアルコードを入力していきたいと思います。めっちゃ楽しみ。入力していきます。多分これ人によって違うからね、俺のパクって打って悪いこと考えても、ね、多分使えませんね。待って、 J0 さあ、これ入力すると合ってるかな。お、合ってるね。これ、このロードが入ったってことは合ってる。さあ、大クリスタルプレゼントっていうことで受け取っていきましょう。バグんなよ。 OKオッケーオッケーオッケー。で、この大クリスタルがある、ちょっと待って、もう興奮しすぎて噛みまくりだわ。この大クリスタルがあると、あそこの見張り塔跡地にポケモンが出現するということで、早速やっていきましょう。なんだこれ、星&337。なんかプログラムっぽいんだけど、怖いな。はい、というわけで皆さんね、このシリアルコードのね、入手方法気になると思うんで、まあ、先にね、早く説明しろよって思ってると思うんで説明します。なんとね、今月の、コロコロコミック、まあ、4月号だね、コロコロコミック4月号がね、発売されたんですけども、そちらの方をね、バカ野郎お前今話してんだよ。まあ、いいや、こいつと戦いながらね、4月号を買うとなんとね、こちらの大クリスタルがもらえる、まあ、シリアルコードがついてくるということで、多分俺のやつ入力してもダメだよねこれで、配信期間が3月14日、今日からですね、今日から5月の14日まであるので、まあ、2ヶ月あるわ。2ヶ月落ち着いて、まあ、受け取ってください。まあ、コロコロ自体はね、1ヶ月ぐらいしか置いてないので、まあ、こちらの表紙。ちょ、逃げるわ、これ。こちらの表紙の、やつをね、間違えないように買ってください。ちょっと店員さんにね、冷たい目で見られたんだけど、いいよね、別にポケモン好きだから。なんか久しぶりに買ったんだけど、コロコロコミック600円に値上げされててさ、ちょっと萎えたわ。で、なんかね、デュエマの40枚のなんかデッキみたいなのついてきたから、まあ、デュエマー始めるわ、俺。まあ、あの、こんな感じの表紙なんで、間違いないように買ってください。はい、というわけで早速やっていきましょう。ちょ、これセーブしとこう。さっき自動セーブされたかな？ちょっと怖い。俺心配しないかな？行くよ。巣穴には何もいないみたい。ちょ、いないよ。ちょ、待って。え？待って、俺受け取って。俺受け取ってよね。ちょ、待って。多分、大切なもの？え、どこ？待って。あ、これだ。使った日にワイルドエリアの見張り塔の大巣穴からアーマーガーが現れ。もうちょっとネタバレしんといて、お前。バカ野郎。ちょっと。というわけで、今回ね、やばい。ちょっとサムネ。ちょ、いい感じにこれ一回しかできないからね。ちょっと集中して。全集中。サムネの呼吸。待って、これラスボス。ちょ、待って、上見たいんだけど。ちょ、もう少し遠くから見てみるね。ちょ、ごめんね。遠くから見てみる。うわ、でかすぎだろ、あれ。え、やばい。ちょっと待って。でっかい光。ちょっと気になったからさ、やっぱりさ、この一番遠いさ、ナックル丘陵飛んでみるわ。ナックル丘陵から見たら、ちょ、お前さ、でかっ！じゃ、砂漠も最悪じゃん。ちょっと、天気。ちょっと大人の力使うわ。一旦使って、天候変える能力持ってる。オッケー。待って、天候変えた瞬間、見えなくなったんだけど。あ、え、待って、これ、日付変えたらもしかしてレイドなくなった、これ。あ、やばい。
ちょっと待って。あ、待って。やばい。ちょっと待って、これ。ちょっとこれやばいんじゃないこれ。ちょっと待って、ちょっと待って、あ、ちょっと待って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 、俺ちょっとこれさ、え、ちょっと待って、なくなったちょっとこれ、あ、ちょっと待って、え、待って、俺600円無駄にした、もしかしてこれ。いや、もうね、これマジで俺やばいって、これ本当にやばいって、これやってることガチでやばいって。ねえ、ね、嘘じゃん。ちょっと待って、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 ちょっと待って、やばい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 、ちょっと、これリセットしたな、リセットしたな、俺。リセットしたな、俺。やばい、冷や汗がやばい、冷や汗がやばい。お前600円コロコロ、まあ、デンジャラスじいさんちょっと気になるから読みたいけどさ、お前600円払ってさ、もう一回本屋さん行かなあかんとか。ガンナエだからマジ。やばいって俺。マジでみんな気をつけてね。アホみたいなことしない方がいい、ほんとに。持ってるよね、俺。セーブしたよね、俺。セーブしたもんね。心配性だから。あ、よかった、よかった。よかった。うわー、でけえ。かっけえ。過去一でかいね、あの光。もういっか、もう。じゃあ、やっていきますね。はい。やっていきます。はい。というわけでやっていくんですけども、今回ね、入手できるのは、さっきも言った通り、徹底光線を覚えてるのと、あと、巨大マックスができるので、かなり、まあ、普通でやるとね、入手しづらいので、まあ、この機会にやってみてください。性格厳選をするのであれば、ワンパクとか、まあ、容器とか、そこら辺おすすめします。まあ、ワンパクおすすめかな。まあ、なんで、もし粘る人、まあ、ミント使えばいいんだけど、もしよかったらやってください。多分、夢特性も出るので、さっきみたいにね、事前に、あの、アイテムを使う前にセーブして、リセットすれば多分、夢特性も出せると思うので、ちょっとわかんないんですけど、そこまではちょっと検証しないので。よし、いきます。さあ、早速やっていきましょう。まあ、おすすめのポケモンはヒートロトムとかですね。炎タイプ、電気タイプがね、2倍で弱点つけるのでおすすめです。まあ、多分そんな強くないから、まあ、しっかりとした、あ、かっこいい。まあ、ちゃんとした育成ポケモンなら勝てると思います。まあ、持ち物は、まあ、特に気にせず、こだわり系とかね。うん。何でもいいと思います。命の玉とかでも。さっこ、大マックスして、大バウン打っていきます。おしゃぼ使っちゃう？ウルボ余ってるし、たくさん。よいしょ。追加コンテンツで確かね、ボングリみたいなのが追加されて、おしゃぼが作れるので、まあ、そんなに、おしゃぼ気にする必要ないかな。うん。はい、オッケー。ナイス。さあ、気になる個体値ですが、今回星4レイドだったんで、まあ、強いね。アーマーが欲しい人は星5レイドが多分出るのかな、わかんないけど、そこまで粘ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。さあ、消えました。見ていきましょう。これかな？これですね。強さを見る。さあ。あ、ミラーアーマー。あれ？これ夢特性確定なのかな？もしかして。もしかしたら夢特性確定なのかもしれないですね。ちょっと調べてみますね。いや、ちょっと今日発売で情報がわかんなかったんで、もし視聴者さんでね、コロコロコミックやってみた人はね、教えてください。もしかしたら夢特性確定かもしんないですね。まあ嬉しいね。俺運がいいのかな、それか。で、技構成はドリルクッチバシアイアンヘッドのしかかり徹底構成ということで、これが鋼タイプ最強、威力140の技ですね。かっこいいね。性格冷静だったから多分、まあ、これは厳選できるのかな。はい。で、個体値なんですけども、4V でしたね。うん。あ、しかも C 抜きだった。あと王冠1個使えばもう使える感じかな。はい。レベルは50でしたね。というわけで、コロコロコミック4月号を買うと、巨大マックスの、まあ、わからんけど、夢のアーマーガーがゲットできるので、皆さんぜひ、まあ、通常じゃね、なかなかイベントやってないと出ないので、ゲットしてみてください。この動画面白かったらぜひ、チャンネル登録、高評価、お願いします。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。おつると。